今日は衆議院予算委員会の外交安全保障問題の集中審議ということで、急遽昨日決まったということで準備をして臨みました。主なテーマとしては、北朝鮮のロケット発射問題ということを中心にした質疑だったので、いろんな角度からの質問がありましたが、私としてはズバリ、やはり今回の北朝鮮によるロケット発射、これを厳しく糾弾をするということで、これに対して国際社会が一致をして当たっていく、しかも平和的、外交的な非軍事の対応で、北朝鮮にきちっと自らも合意をした日朝平壌宣言や、それから6カ国協議の共同声明にも反すると、国連決議はもちろんということで、そういう行為に対してしっかりとそうした自らの合意に立ち戻って、国際社会の責任ある一員として行動するようにということを正面から質問したつもりです。他党の質問を言うのもなんですが、今回のロケット発射、失敗に終わったということですけれども、それに対して、結局は何時何分に、報告をした、報道したとか、そのずれの問題や、そういう話よりも、私はむしろ、ズバッとこのテレビの質問を通じて、北朝鮮に対しても物を言う、そして日本政府に対しても、国際社会と一緒になって、責任ある行動を取れという、そんな思いでやらせてもらいました。質問終わった後、他党のベテラン議員から、全く同じ考えだったというふうに言われましたけれども、やはりこれからの東アジアの平和と安定を考えたときに、日本の政治、本当に問われていると、軍事前のめりじゃなくって、やっぱり外交の力で、憲法9条を持つ国ですから、まさに先頭に立って、この地域の非核平和の、そうした新しい方向へ向けての一歩を踏み出すように、さらに働きかけていきたいな、こんな思いです。今後ともよろしくお願いいたします。日本共産党の笠井彰です。北朝鮮のいわゆるロケット発射問題について質問いたします。去る4月13日、我が党の志位委員長は、この問題で直ちに談話を発表しまして、打ち上げは失敗に終わったが、発射を行ったことは、弾道ミサイル技術を利用した発射の中止を求めた2009年6月の国連安保理決議1874に違反する行為であり、日本共産党はこの北朝鮮の行為に対して強く抗議すると表明いたしました。そして北朝鮮に対して、情勢を悪化させるいかなる行為も厳重に慎むこと、2005年9月の6カ国協議の共同声明に立ち返って、国際社会の一員として責任ある行動を取ることを求めたところであります。そこで、まず野田総理に改めて、今回の北朝鮮の発射行為に対する政府の立場を端的に伺っておきたいと思います。野田内閣総理大臣。今般、北朝鮮が強行しました人工衛星と称するミサイルの発射は、ご指摘のとおり、失敗であったとしてもですね、これ、地域の平和と安定を損なう安全保障上の重大な挑発行為であり、また、累次の国連安保理決議に違反することは、これ、明白でございます。発射を行わないよう、自制を強く求めてきたにもかかわらず、北朝鮮が発射を強行したことは、我が国としては到底容認できるものではなく、遺憾に存じます。今回の発射後、迅速かつ安保理メンバーが全員の一致した賛同のもとに、議長声明が発出されたことは、北朝鮮に対する確固たるメッセージを送るものだと思います。我が国は国際社会が緊密に連携して、一致結束して、北朝鮮が関連する安保理決議を履行するなど、諸問題の平和的かつ包括的な解決に向け、建設的に対応するよう、引き続き強く求めていきたいと考えております。笠井君。この発射に先立つ3月21日に、新庁は、北朝鮮にロケット発射計画の中止を求める声明というのを発表しまして、在北京北朝鮮大使館に届けるとともに、
日本政府と6カ国協議のメンバーの中国、アメリカ、韓国、ロシアなど関係国に届けて外交努力を要請してまいりました。私も在京のアメリカ大使館そして韓国大使館に参ったところであります。官邸では野田総理宛てのものを新委員長が藤村官房長官にお渡しをいたしました。そこで官房長官に伺います。我が党の声明でも指摘しましたが、2009年6月に全会一致で採択をされた国連安保理決議18745は、同年5月25日に実施をされた北朝鮮による核実験を強く非難するとともに、北朝鮮に対していかなる核実験または弾道ミサイル技術を使用した発射もこれ以上実施しないことを要求をしております。すなわち18745決議は弾道ミサイルだけじゃなくて弾道ミサイル技術を使用した発射をこれ以上行わないことを言っているわけであります。つまりその意味は、それが弾道ミサイルであろうが、その技術を使用した人工衛星であろうが、これ以上の発射を中止するように強く求めているということであります。この決議は北朝鮮が安保理決議に反して2009年6月に2度の核実験を強行した深刻な事実を踏まえて国際社会の重い決定だと思います。こうした決議に立脚して北朝鮮に発射をやめさせるあらゆる外交努力が重要だと思うんですが、官房長官どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。藤村内閣官房長官。3月21日に新委員長からいただきました。で、考え方を申しますと、北朝鮮が人工衛星の発射であると主張したことにかかわらず、今回の安保理議長声明というのは発射が安保理決議の深刻な違反であるとしっかり述べています。で、これは特に安保理決議第18745が弾道ミサイル技術を利用したいかなる発射もこれ以上実施しないことを要求すると明確にこれ規定していますので、ここはやっぱり重要な意味があったと考えています。今回の発射に対して安保理議長声明が強いメッセージを送ることが可能であった背景には、人工衛星打ち上げ装置が弾道ミサイルとほぼ同一で互換性のある技術に由来する、ことに着目して明示的な規定を置いた18745、それから類似の決議と相まって極めて重要な意義を有していたと、このように考えております。笠井君。現場外務大臣に伺います。一昨日4月16日の深夜に北朝鮮に関する国連安全保障理事会の議長声明が全会一致で採択をされたと。で、今回北朝鮮がいかなる弾道ミサイル技術を使用した発射もこれ以上実施しないということを求めた18745決議に違反をしたという事実を踏まえて、この議長声明というのは、それが仮に衛星の発射または宇宙発射体と称されたとしても深刻な違反であると、つまりより踏み込んでミサイル技術を使用した発射ということの中身についてはっきりと言ったと、具体的に明示をしたということだと思うんですが、いかがでしょうか。現場外務大臣。おっしゃるようにですね、今回の議長声明は大変強いメッセージでございます。しかも先ほど官房長官から答弁がありましたが、18745、決議の18745がいかなる弾道ミサイル技術を使用した発射も認めないというふうにした、そのことが例えば北朝鮮が人工衛星の打ち上げであると言っても、いわゆる打ち上げのための発射技術装置そのものがですね、弾道ミサイル技術と大変互換性がありますので、そういう意味で非常に18745というのは大きな意味があったということだというふうに思います。で、今回の議長声明はですね、制裁委員会に決議に基づく制裁の着実な実施のための具体的な作業を期限付きで指示をしている、そして北朝鮮に類似の安保理決議の義務を直ちにかつ完全に遵守することを要求するなどですね、18745を含む既存の決議をベースにしながら、
これらをさらに実行をたらしめるように、北朝鮮に決議遵守を強く求めるメッセージとなっているというふうに考えています。葛西君。今言われましたけれども、要するに1874で言っている、そのいかなる弾道ミサイル技術を使用した発射ということについては、具体的に仮の衛星の発射または、仮に衛星の発射または宇宙発射体と称されたとしてもと、やはりこの声明で言っているというのが非常に大事だということを今、大臣言われたんだと思うんです。そこで藤村長官、4月13日に内閣官房長官声明を出されて、今回の北朝鮮によるロケット発射は、国連安保理決議1874号をはじめとする累次の安保理決議に違反するばかりか、2002年9月の日朝平壌宣言、そして2005年9月の6者会合の共同声明の趣旨にも反するということを具体的に指摘をされていると思うんですが、つまり具体的に言いますと、日朝平壌宣言および6者会合の共同声明のどの点に違反をするという意味でおっしゃったんでしょうか。藤村官房長官。安保理決議の1874は、北朝鮮に対して弾道ミサイル技術を用いたいかなる発射も実施することを禁じています。また、累次の国連安保理決議、これは1695、それから1718でありますが、はいずれも北朝鮮が弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を停止しなければならない旨、含んでいます。さらに、今ご質問の日朝平壌宣言においては、北朝鮮側は日朝平壌宣言の精神に従い、ミサイル発射のモラトリアムを2003年以降もさらに延長していく意向を表明するとともに、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動を取らないこと等が確認されています。北朝鮮による今回の発射は、このような点で日朝平壌宣言にまず反していると考えます。もう一つ、6者会合共同声明においては、6者は国連憲章の目的及び原則並びに国際関係について認められた規範を遵守することを約束して、さらに北東アジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力を約束しています。このような観点からは、6者会合共同声明にミサイルの発射や開発を明示的に禁じる文言はないものの、今回の発射はこの6者会合共同声明の趣旨に反していると考えています。葛西君。そうしますとね、北朝鮮政府は今回の発射について、宇宙空間の平和的開発と利用は、国際的に公認されている主権国家の合法的権利であるとか、衛星の打ち上げは主権国家の自主権に属する問題などと主張して述べておりますけれども、国連安保理決議はもとより、今、官房長官言われた、北朝鮮自ら合意した。日朝平壌宣言、6者会合共同声明に照らしても、北朝鮮の言うような合理化論というのは、全く通用しないと、これ、明確だと思うんですが、いかがでしょうか。現場外務大臣。葛西のおっしゃる通りです。葛西君。そうしますと、現場大臣、さらにもう一問ですが、今回、北朝鮮が発射を強行したことは、国際社会が行ってきた朝鮮半島の非核化に向けた外交努力、それだけじゃなくて、東アジアの平和と安定に対する重大な逆流を作ることになると、それは北朝鮮にとっても、決して利益とならない道だというふうに考えるんですけれども、その点はいかがでしょうか。現場外務大臣。これも全く葛西委員のおっしゃる通りでありまして、今回、議長声明が発出したメッセージ、つまりは、既存の決議をですね、直ちにかつ完全に遵守すること、そしてさらなる発射、さらなる核実験、まだ核実験をやって、過去09年、06年は行ってますけれども、さらなる発射および核実験を行わないこと、このことをですね、北朝鮮に対して強く求めなければならないし、求めたいというふうに考えております。それは我が国だけではなくて、日米韓中ロそれぞれ、または5者緊密に連携して、そして国際社会全体でですね、このことを強く求めていきたいというふうに考えております。
笠井君。今田現場大臣からさらなるという問題について言われましたけれども、そこで総理、今後ですね、やはり北朝鮮に対して、情勢を悪化させるいかなる行動も厳重に慎むことを要求するというのが非常に大事になっていると思うんです。で、今回は安保理の議長声明が出たわけですが、その国際社会が一致をして足並みを揃えた対応を取るということは、北朝鮮によるこれ以上の地域の緊張を高める、そういう行動を抑える上で大事だと、どんな力になるというふうに総理としてはお考えでしょうか。野田内閣総理大臣。これはもう笠井委員ご指摘のとおり、国際社会が足並みを揃えて心を一つにして対応するということが大事だと思います。で、その意味ではですね、2006年2009年の時よりもこの議長声明という発出の仕方は相当タイミング早いですよね。決議の時もありましたけれども、いずれにしても私の記憶だと事案が発生してから10日ぐらい経ってからだと思います。で、今回は相当早くですね、各国が協力してこういうメッセージを強い内容で発出できたことは、私は意義があるというふうに思いますので、こういう国際社会との連携が何よりも北朝鮮に慎重な対応を求めることに一番有効ではないかというふうに考えております。笠井君。同時にですね、国連安保理の決議1874号の中では、理事国およびその他の加盟国による努力という問題についても言及していると思うんです。具体的に言いますと、そうですね、具体的に言いますと、この1874号決議の第31項になると思うんですけれども、そこにはどのように書かれているでしょうか、現場大臣。現場外務大臣。はい、パラ31のご指摘だと思います。決議1874号のパラ31はですね、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、また対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にし、また緊張を悪化させる恐れのあるいかなる行動も差し控えるための理事国およびその他の加盟国による努力を歓迎するというふうに規定されています。笠井君。そうしますと、総理、やはり今回の事態というのは極めて重大な行為であると、そして国際社会が一致してということで対応するということが非常に大事だということも言われたわけですが、つまり北朝鮮によるこれ以上の地域の情勢を悪化させる行動を抑えるという上では、今後も国際社会が一致称して、足並みを揃えた行動を取る、対応を取るということと同時に、今、現場大臣からありました1874号決議の31項で言われているような、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、また対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にし、また緊張を悪化させる恐れのあるいかなる行動も差し控えるための理事国およびその他の加盟国による努力を歓迎するというわけですけれども、そういう点で言いますと、非軍事で外交的手段に徹するという努力が非常に大事だというふうに思うんですけれども、その点についての総理の見解を伺いたいと思います。野田内閣総理大臣。2006年2009年それぞれですね、ミサイル発射した後に残念ながら数十日経って核実験やってるんですね。で、今回もミサイルの発射については失敗をしましたけれども、さらにミサイルを発射しようとするんではないか、あるいは核実験が行われるんではないかという懸念は強まっています。だからこそですね、先ほど申し上げたように国際社会がしっかりと連携をし、過去の関連する安保理決議をきちっと遵守をするようにということを強く求めていくことが大事でありますし、我が国にとってもですね、拉致と、そして核とミサイル、この諸懸案を包括的に解決するためには、国際社会との連携プレーがどうしても不可欠でございます。で、北朝鮮にとっては、こんなことをやることは、彼らにとってマイナスなんだということをしっかりと、国際社会が連携をしながら、説得的にですね、交渉していかなければいけないと思います。その意味では、もちろん外交的な努力ということが、これまで以上に一段と求められてくるだろうというふうに思います。笠井君。
外交的努力、一段と大事だと、やはりそういう点でも非軍事外交的努力という点は非常に大事なポイントになってくると、相手がとんでもないことをやると、やろうとするということに対して、本当に説得力を持って国際社会が一致して当たるという点では、非軍事外交的に大いにきちんとやるんだと、徹するということについては大事だと思うんですけれども、改めてその点、いかがですか。野田内閣総理大臣。あくまで外交的、平和的努力をするということが基本中の基本だというふうに思います。笠井君。日本共産党、今回の重大な事態に対して、改めて北朝鮮が国連安保理決議を遵守をして、そして6カ国協議の共同声明に立ち返る、日朝平和宣言に立ち返る、そういう立場で国際社会の一員として、責任あると行動を取るということを強く求めたいと思っております。以上で質問を終わります。これにて笠井君の質疑は終了いたしました。